様からはつやつやご飯と食べたい国産のメンマです。雄大な自然に囲まれた富山県上市町にある里山の駅鶴木の味蔵、去年9月から自家製メンマの販売を始めました。こちらただのメンマではなく、上市町の里山で育ちすぎたタケノコをメンマにしました。タケノコを取り切らずに放置すると他の植物の成長を妨げるため、里山の環境保全を目的にメンマ作りに取り組んでいます。これまでメンマは外国産のマチクという竹で作られていましたが、加工方法を研究し国産の孟宗竹でもメンマを作ることに成功。醤油昆布など7種類の味付けで販売しています。あ、いい歯ごたえ、しっかり昆布の風味が染み込んでて美味しいです。県外に発信することによって県内の文化が伝わったり、ビジネスにすることによって地域の雇用を生みたいと思っております。ふるさとの食材をふるさとの味付けで楽しむメンマ、県外からも注文が相次いでいます。福井からは伝統ある油揚げがこんな形に、豆腐を油でじっくり揚げた油揚げ。福井では精進料理のほか多くの家庭で親しまれ、60年連続で購入額日本一なんです。岸田食品ではおよそ4センチの大判揚げまで様々な厚さの油揚げを製造しています。そんな油揚げを観光客にも味わってもらおうと、あわら温泉駅西口アフレアのいろは湯あわらで販売中なのが、お待たせいたしました、福井お揚げバーガー。岸田食品の油揚げをバンズに使い、中にライスコロッケやトマトを挟んだもので味噌味とカレー味があります。いただきます。パリパリ。揚げ自体の味はそんなに濃くないので、中身が際立ってて卵や味噌がまろやかに包まれてる感じです。バンズの方を揚げにするってなかなかなかったんですけど、もうちょっと厚くしようか薄くしようかふわふわしようかとかいろいろ相談しながらいいものができたので、福井にしかない独自の文化っていう、食文化っていう中のその揚げっていうのを県外の人にもっと知ってもらいたいな。箸を使わずに食べられる油揚げ、福井のふるさとの味を全国に届けるきっかけになりそうです。石川からは、元日の地震で能登の酒蔵が被害を受けても酒造りをやめず奮闘する松波酒造をご紹介します。能登町で長年地元に愛されてきた老舗の酒蔵松波酒造。元日の能登半島地震で蔵が全壊し、150年続いた酒造りができなくなった時、小松市の酒蔵から共同醸造の提案がありました。皆さん全員が受け入れてくださって、いつも温かいし面白いし、そして出来上がったお酒も美味しいし、こういうことってあるんやっていう。全壊した蔵から救い出された酒米は、地震からおよそ4ヶ月後、能登から100キロ離れた小松市の酒蔵で新たな酒として生まれ変わりました。もともとの松波酒造の銘柄大江山に、復興に向かって前進するという意味を込め、大江山号と名付けられました。能登には美味しい酒があるということを覚えておいてほしいし、日本酒っていうもの自体を改めて美味しいよって飲んでいただけるのが一番の支援になります。能登町と小松市の酒蔵が共同で醸した日本酒は、能登生まれ加賀育ちの新しいふるさとの味になりました。